さあそれでは、参りましょう、うん、タイツ部門の後半戦でございますね、まずはタイツ部門 E の作品です。どうぞ。ありがたいですよね。さあちょっと、あら黒、あ黒がだいぶあれで、いやでかい、なんでしょうこの黒い形が持ち、あ動きますね。あ自分で自分で動かして、なかなか珍しいパターンですよ。発表します。あ、やばい、なんだこれ。漢字は、ちょっと待って、そういう、え、なんだこれ、穴です。いや、そんな作品が珍しい。今年の漢字、珍しい作品だよこれ。うわー、見えるわ。いいですね。うわ、穴ですねこれ。ね、完璧だ。面白いな。完璧だった。穴だよ。だって、ね、穴でしたね。今年の漢字が穴になるパターンあるか。これ何が流行ったら穴になるんですかね。発表しますという作品なんでね。あ、なるほど。もしかしたらあんのかな。いや、すごかった。これはもう誰が見てもそうでしたね。そうでしたね。穴でしたね。穴でした。清水寺の。そうですね。格安衝動のやつですよね。そうそれこそね。結局。あの達筆すぎて何て書いてあるかわからないし、やっぱ数年に一度あります、はいはい、あります、あります、あの答えわからないんですけどっていうね、場が本当に微妙な感じになるっていう、ね、そうか、だから穴ですね。何が流行って穴なんですかね。穴になるってあるかな。ドッキリとかが流行った年なんですか、ね、落とし穴、落とし穴的な感じなのか。チリのあの事件前あった時もね、ああありました。いやでもなりませんけど、ね、相当その年何もないと、そう確かにそうっすね。他が弱い可能性もありますよね。だから、まあね、今年は穴ぐらいしかなかったんじゃねえか、みたいな。確かにね。さあということでそちらに対しますね、発表しますに対する続いてタイツ部門の F の作品です、うん、どうぞ。え、穴っていうのがね。さあちょっと見ましょう。これすごいっすよ。お、ちょっとこう道具を使ったタイプの作品ですけども、え、なんだこれ、ちょっとこれ、ね、透明なボールのようなもの。そうですね、ちょっとやっぱ下が白い、何か、なんだこれ、宇宙的な生物感じます。そうですね。この手とかも含めてですよね、もちろんこの形は。形、うん、なんだこれ。あ、なんか EPP、そうですね。ギガファイル便の人。なるほどな。これは現代の作品だ。現代だ。ギガファイル便の人や。いや、いるいるいる。あれ、そうです、あれスクロールした先にあるんですよね、ギガファイル送れる場所が。見てるのに。これこそちょっと、うわー、めちゃくちゃそうや。参考画像いただきたくなるかもな。では勝つのか見てみましょう。迷ってる方も、はい、投票お願いします。参りましょう。5、4、3、2、1、どっち。ああ、発表します。あ、やっぱりね、やっぱりそうか、うん、ちょっとね、やっぱあの馴染みない人もいたっていうのが ね、ありますけどね。そうですね、まあ、そういうことですか。いやでもね、いい作品の戦いでした、これ。いや、本当そうでしたね。瓶の人がね、負けてしまいましたが、どこかでまた見たい、はい、ね、どっかで見たい、はい、見たいです。どっかで見たいし、はい、あれやっぱ分かった時のあーが、うん、はい、すごい嬉しかった、はいはい、知ってる人にとっては非常にいい衝撃だったんでね、うん、はいはい、はい、